これはあかりんさんのブランドのアミュのところのやつです。アミュです。さっきまでね、さっきものの15分ぐらい前までイコタイムありましたね。見ましたか？最後の方だけ見れたので、最後の方だけちょうど帰ってきて見てました。なんか4つの占いみたいなやつやってたやつ。そう、お誕生日まで届くように嬉しい。お誕生日までに結構取りに行けると思うから手紙待ってます。アバターアーももらいました。リサのアバター、星投げしといた。なんか性格診断みたいなのしてて、そう、なんか私のやつ当たってんのかよく分かんなかった。よく分かんなかったんですけど、でもなんか私は今回サナとハナがやってて、そう、結構すぐあんはここって感じでだったよね。2人があんまり迷ってはなかったから。分かんないけど合ってんのか合ってないのかよく分かんないですけど、うん、なんかね、翔子と花が一番当たってたよね。まあでもまあ難しいよね、人間4タイプに分けるってなかなかのもんっすよ。YouTube になんか来た、何？知らないんだけど。ああ、あ、発表されたのね。本当だ。あ、発表されてる。ああ。発表されてます。そうなんです、なんと今回のタイプ B に収録される、青春サブリミナル、このねタイプ B に収録される特典映像のものが発表されました。夏の課外研修ということで、今まではイコラブの意味が2回かな、2枚は一緒に課外研修みたいな社員旅行をしていたのですが、今回はバラバラで、イコラブはイコラブ、のいみちゃんはのいみちゃんということで、とある課外研修をやってまいりました。はい。そう、タイプ B に、タイプ B をもうねゲットしていただいた方は、どっちもイコラブものいみちゃんもどっちも見れるのでお得でございます。てか私も今この動画が上がったことを知ったんですよ。てかなんか今日最初ちょっと見てて、イコタイムで最後ちょっと見てたのね。途中一回は見れてないんだけど、イコタイムなんかサナがなんかめっちゃヒヤヒヤしたの。何言うんだろうこの子って思って、なんか特典映像の話をちょっとしてて、そう、それでなんかサナがなんか言いそうだったから、えっと思って、発表されてるっけって思って、すごい笑ってるからめっちゃもうヒヤヒヤしてて、イコタイム見ながら。そしたら、そう、今発表されてた。でも発表こんなのされるって知らんかったけん、もうびっくりした。びっくりした。発表されてた。ちょっとこの映像もう一回見ていい？一回。ちょっと見てもいい？ちょっと見てる今。
そう、夏キャンプ楽しそう。可愛いな、あったん食べてる姿。うんうん、結構あれですね、結構出てますね、いろいろ。結構いろいろ予告出てるじゃないですか。あー、めっちゃいい映像。謎解き宝探し、そうなんですよ。バーベキューをしたり、まあ、いろんなゲームに挑戦したり、謎解き宝探しをしたり、まあ、みんなで喋ったりとかね、いろいろしてきました、イコラブは。うん、キャンプファイヤー、ファンの方と一緒に知らされてるスタイルなので。うん、うわ、私の花火ハートに結構見えてるじゃん。日本だってのいみーちゃん単体の。そうなんです、豪華なんです。タイプ B めっちゃみんな見たくなるよね。そうなんです、赤岳にのいみちゃんがなんと挑戦したのでございます。再生時間何分なんだろう。まあでもイコラブのいみがね別々だからどうだろう、わかんないけど、豪華豪華2本立てでございます。タイプ A とかタイプ C とかはね、それぞれイコラブのメイキング、のいみちゃんのメイキングとかもね入ってて、タイプ B にはこの特典映像が2本入っているということで。確かに私たちは冬の赤だけだったんですけど、のいみちゃんは夏の赤だけって感じですね。ということで、ということで現在発表された、もうさっき8分前ぐらいかな、8時に発表されたのかな、8時ぐらいに発表されたんですが、特典映像はなんとイコラブはキャンプをしてまいりました。イエーイ。キャンプ、キャンプっていうのかな、課外活動みたいなのをしてきました。パチ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 。そうなんです、ずっとバーベキューがしたいってずっと言ってて、そう今回の特典映像はなんかあれなんですよね、のいみちゃんが赤だけっていう、その結構なんだろうな、大変な大変なんですよ。赤だけはもう私じゃめちゃめちゃしんどくて、もう本当にしんどくて、本当に本当にしんどかったんですよ。もうなんか一生やりたくないって思うぐらい本当に登山が私はもう苦痛でしんどくて、そう赤岳は八ヶ岳みたいなやつ、それです。八ヶ岳みたいな中の一番高いところが赤岳っていうところらしくて、そうでもね、まあ、その差がすごいと思うんですが、まあイコラブもね経験しているので、しかも冬で、そうもう崖を、まあ、雪の中で崖をこうね登って、そう足にガチャンってなんかつけて、もう本当にしんどかった。本当に下山だけで4時間ぐらいかかったからね。そうやっぱね、なぜかアイドルの登竜門となってしまった登山企画でございますが、今回はのいみちゃんが挑戦したということで、そうなんかなんだろう、私たちの時はなんか寒いと暑いの高低差が結構すごくて、さっきまでめっちゃ汗かいてたのに急に寒くなったりとかで、もうなんか体温調節とかもなんか大変だった覚えがある。暑かったり寒かったり、でもマジでね一歩間違えたらねさよならなの、本当にさよならなの、本当にこんなとこアイドル登らすのっていうくらい本当に
当になんか一歩間違えたら、一歩踏み外したらもうさようならなのっていうようなところを、本当生きててよかったって思うよね。うん、マジでそのレベルだったの。なんか結構富士山とかも、富士山とかはこうなんだろうな、階段とかが結構多くて、でも多分もっと長くて、でもちょっと整備されてるんですよ。そう、でも赤岳は富士山よりは標高は高くないんですけど、あんまり整備されていないので結構崖登りっていう感じだったので、そう、まあまあ赤岳もね、のゆみちゃんしんどかったと思いますはい、どちらもぜひ楽しみにしていてください。そう、登山しがちなんですよそうなんですよ。フレクジでやった。何賞が当たった？そう、でも私たちイコランプは12人で団結キャンプみたいな感じで、すごい一方の方のた、私たちの方はまあもう普通に、終始楽しんでる映像でございますので、そうですね、あの先にのゆみちゃんを見た方がいいかもしれないなんか心がちょっと、あー、なんか頑張ってる子たちがいるって思って、あー、なんか辛いな、アイドルのなんかこう頑張ってる、なんかそういう姿を見るのは辛いよ、イコラブ見たら、うわこいつらめっちゃ楽しそうみたいななる気がするなんだよみたいなっていうかね、一個ね本当になんか見たんですよ、自分でもらった瞬間にあの見たんですよ、タイプ B もう、あのメイキングも全部見たし、これタイプ B の特典映像も全部見たんですけどなんか一個本当に自分で爆笑してしまったところがあって、そう、なんかイコラブ全員のシーンで、そのあのキャンプのやつで、なんか本当に面白くてなんかあの誰の発言とかじゃなくて、もう全員が一個やったことがあって、それがめっちゃ面白くって、ですごいなんか何、あのハードルを上げてしまってるかもしれないんですけど、なんかそう、絶対それ近っていうかカットだと思ってたの。なんかカットか、なんかまあモザイクかなんか何かしら加工されると思ってたのね私。なんですけど、まんまと綺麗に使われてるんですよ、モザイクも何もなしで。そう、あのまんまと使われてて、そうだからなんかちょっと面白かったっていう話です。そう、なのでそこは楽しみにしててください。なんか12人がみたいな感じでも面白かったです。面白かったっていうか、なんか自分でこう改めて見て一人で笑ってたから、そう、あのね、拡散しちゃダメ。多分なんかこれはそのイコラブのことを本当に大好きな方しか見ちゃダメあんまりなんかイコラブ興味ないなみたいな方は見ると良くないと思うから、まあ、ぜひ見てください際どいところで漏らさない、そうですよ、私宣伝部長なんでみんなが見たくなるようにでも言わないというところで、あの言い具合で止めてるので、どやでもね、面白かった。のゆみちゃんのも見ました。そう、みんなに早くね DVD 見てほしい。 DVD 見てほしい。そう、なんかのゆみちゃんが登山発表された時にとか、そう、私たちもそう知ってて、そう、隣っていうかね、そう近くにいて、
そう、のゆみちゃんが登山やる、登山やるんだってうちらはなんかいいって言ってましたみんなで登山すんのかわいそう大変だよっつってたのゆみちゃんにニヤニヤしてた私たち、めっちゃ大変だよかわいそうっつってた。でも私たちはその時何するか知らなかったから、自分たちが、そう、かわいとーって言ってたそうそう、ついて行きたがってる人たちもいた。まあ、私たちはもうね、やったのでね、私たちはちゃんとやったので、めっちゃ前だけどね、ネモースさんの企画でやりましたので、まあね、どんな結果になったのか特典映像をご覧ください。コラブの方は楽しく今の予告映像見ていただいたら分かると思うんですけど、楽しくやってきました。そう、見てのお楽しみです。うん、あ、そう、キャンプファイヤーはね、そんな、そうね、ちょっと涙っていうところのシーンもありましたけど、まあでもね、そう、見てて苦しいよっていう感じの涙ではないと思うんで、早くみんなに見てほしい。何分間ぐらいあったんだろう、ちょっと覚えてないな。昨日見たの全部、メイキングも見たし、何分だろう、わかんない、全然わかんない。キャンプファイヤー小学生ぶりぐらいかな、小中学生とかそんぐらいぶりだと思う。そう、昨日もらって、そう、昨日はお話し会をするのが早かったので夕方ぐらい帰ってきてショールームまでに見てました。全然わかんない、なんか40分くらい、わかんない、全然わかんない。なんか昨日から話したかった、話したかったけど話したらダメって分かってたから何も言わなかったら、いつの間にか更新されてた。封入の写真は見てないんだよね私たちのやつはサンプル CD だから、そう、これだから入ってないの、サンプルには。裏のね、裏とか中のね、どんなジャケットになってるかも楽しみにしててほしい。握手券とかも、握手券もともとこれは入ってんのかな、今回はどうなんだろう、どうでしたっけ、わかんないけど、これには入ってないです。そうそう、だからエコタイムでサナツ見ててヒヤヒヤしてたヒヤヒヤしてました。これです、これです。発売まであと9日、あと
と9日です。体操服じゃないから体操服じゃないから近いからそう、てかツアーが始まる。そうなんだ。発売して2日後にはツアーが始まるんだよ。てかあんな最近コタイムン出れてない気がする。次次週お休みらしいで、11月30日あんの誕生日の日にショールームあるのにあんな出れない。ね、次週はお休みだし次の次の週もあんなは出れないし悲しい。出たかったショールーム。ピエン5タイム出たかったうん、多分違うと思う。カーティストとは関係なさそう。わかんない。うん、普通に仕事ある。ピエン出たかったです。ディディー最近答えもあんま出てない気がする。出てるかな。出れない。出たい。30日やんショールーム。あん出れるかなって思ってたんよ。結構誕生日のメンバー出るじゃないですか、当日とかやったら。出れなかった。ピエーンかなピーです。だいたい当日やとね出るんですけどね。そうそう、なんかサスペンドもうなんかもう一回やるとか言ってたけど、全然もうなんか11月も終わっちゃったしっていう。10月なのにもう11月も出れないしっていう。だからちょっともうもうね忘れ去られてるからいいんだよいやなんか今週そうだね、暗記のやつよな。今週違う、今月か。私が暗記を発揮して優勝しようと思ったのに。何枚できるかな。暗記今やってみる？ちょっとトランプ持ってくるかな。このすぐにトランプが出てくるっていう私、はい、私が勝手にトランプでやってみたいと思います。どのくらい暗記できるか。何枚やれば私はいいですか？1分間 OK。10枚 ?9 枚 ?8 枚誰が合ってんねん誰が合ってんの ?8 枚あ、一番上の子が8枚 ?7 枚だから、あ、8で言う。じゃあ8枚並べたらいいですか。じゃあ8枚並べましょう。じゃあ
これで8個あるかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これでね、何していきましょう。じゃあいくよ。え、どうしたらいい、どうしたらいい。じゃあこうやって一旦8枚ここに並べてみていい。で1分間で覚えます。いきます。1枚目、2枚目、全然数あれバラバラじゃん。4、見えてる、見えてる。5、6、あれでもなんか小さい数字多くない？なんかもうちょっと黒なんかまた、もうまた5 また5、何なの。あ、13。でもさ、なんかこう全然違う数字の方が覚えやすそう。はい、ラスト6。はい、これを覚えていきたいと思いますあえて難しく自分からする。これで60秒ね、かかります。でタイマー60秒って1分、0秒1分。それではいきます。よーい、スタート。3552、でここが2、3がこう、2で5613、え、むずっ。3552、2313、6、23が6、23が6、3552、ここが一緒、全然覚えない、やっば。でハート、ここが一緒、ここが一緒、ここが一緒、ここがクローバー、ここがなんかよくわからんやつで、ここがハート、でダイヤ、全然わからん。3552、3552、2313、6、3552、2313、6、3552、3552、2313、3552、2313、6、オッケー。でハート、クローバー、クローバーがここ3つ。ああ、はい、はい、いきます。3の、もうわからん3のハート、3、5、5のクローバー、5のハートの逆のやつ、3、5、5、2、2のダイヤ、しゃ、3、5、5、2、2、3、2、3で、ここがこれだから2と3のどっちもクローバー、2と3のどっちもクローバー、13の13、6でしょ。で、ちょっと待って、ここ重要、13のハート、6のこれ、このマーク、え、すごくない？イエーイ、え、すごくない？イエーイスペードだ、スペード、スペード。あ、私11月出してもらっていいですか、やっぱエコタイム。11月ちょっと出させてくださいよ、私のこと。どうですか、非公式で非公式で優勝。そう、あ、立ち位置を覚えるの結構ね苦手じゃないんよ。イエーイ、非公式優勝、パチパチパチスペード言えないからダメもう言える、もう言える、スペード。
じゃ、もう一回やりたい、もう一回。もう一回やりたい。楽しい、これ。楽しい。無駄な数字を覚える。ツアー期間中に無駄な数字を覚えるっていう最高なパフォーマンスしてる、私。じゃあ、いきます。しゃべりみなら予約しました。ありがとうございます。私はツアー中に無駄な数字を覚えるっていう最高のパフォーマンスを現在皆さんにお見せしているので、まあこれからも見て、あの次も頑張りたいと。あ、10枚に挑戦いいですよ。でちょうどねこれが10個あるので、10枚挑戦してみたいと思います。ごめんなさい、あんまりね最初見ちゃダメだから、さっさと行くね。なんかさっきから偏ってんだよな。次は小さい数字が出なくなった。出た、見えてる、発光してる。うわあ、10枚一気に覚える、一気に覚えられがなくなった。はい、じゃあいきます。なんかちょっともう集中力なくなった。よーいスタート。126717、12がここ、12で1、126、あ、126、126、うん、10、11、1、12、6、7、10、11、1、12、12、6、12、6、7、12、6、7、10、11、1で、ハートが両サイドと真ん中と、うわ、むずハート、うん、でダイヤは1枚で、ここがスペード。あ、むずいわ、もうやる気なくなった。126710111で1は覚えたんや。126710111で1は覚えたんや。ハートがこうでしょ、でこうで、ダイヤが1枚。あ、もう無理だ、全然覚えらんない、全然覚えらんないです、全然覚えられません、全然覚えられません。12のもうわかんない、もうわかんない、やばい。126710111、数字は全部覚えた、数字は全部覚えたんだけど、ダメだ、うん、やる気がちょっと、モチベが12なんよ、ここの2枚が。で、ここが6で、7で、ここが7で、10で、11で、1なんよ。で、だけん、ここが12のハートやろ ?12 のハートで、12、クローバーの6?6で、ここが6のハートで、1267のハート1267で、ダイヤのダイヤの1、ダイヤの1やろ神経衰弱になってるそれな。で、12のクローバーでしょ、126、ここは7のクローバー、違う違う違う、7のお尻みたいなやつだ、7のお尻、12、6、7、10のスペードで、11のスペード、違う違う違う、クローバーが11のクローバー、よっしゃ。でここが1のハート、あ、できちゃった
え、すごくない？ルールはちょっとあんなルールだから、勝手にやって非公式だから大丈夫、こういうルールで。どう？結構でもさ覚えられてるくない？ルールはいいのいいの、自分のルールだから。これはイコタイムじゃないから、これアンナタイムだから。イエーイ。ほらみんな私のことバカにしてたでしょ、思ったよりできたでしょ。バカにしてた人私のことバカにしてたでしょ、みんな。ちょっと見返した、みんなのこと。ちゃんとお勉強はできなくても暗記は頑張ってるんだよ。ちょっとしてたって。イエーイ。そう、立ち位置は覚えられる。だい、あの立ち位置は今日のイコタイムの2人よりは覚えられるから。そう、イエーイでした。以上、間違ったトランプの使い方でした。トランプの使い方、謎な一人神経衰弱、水系神弱、神経衰弱かでした。ファンの名前を10人言える？誰の名前言えばいいの？じゃああの企画やろう、せっかくトランプ出したから。勝手にイコタイムをやってみた、アンナタイム、イエーイ。いきまーす。じゃん、4。じゃあ上、4より上。おっ、ギリギリ見て、5よりも、じゃあ上。あ、一緒だ、ダメじゃんもう。終わっちゃった。終わっちゃった。もう一回、8、微妙、8より下。終わっちゃった。あ、一瞬もう一回だったの？あ、そうだったんだ。12、下。うわー、上、下。じゃあ意外に上。あー、終わっちゃった。以上です。以上トランプ遊びでした。あんなの、あんなタイム、これにて終了です。次回も見てね。あんなタイム、これはイコラブちゃんが暇な時にずっとやってた。そう、イコラブが楽屋でよーく、一時期すっごいトランプにはまって、最近あんま全然やってないんだけど、そう、一時期ずっとトランプやってて、みんなでね、このアンナがいつも持ってっててトランプをでやってたの。だからもうこれボロボロなの、みんなでぐちゃぐちゃやってるから。だからよー終わるねー。みんながセルフバージョンを流してくれてるコメントで。大富豪もやってたし、神経衰弱もやってたし、スピードもやってたし、いろんなことやってた。大富豪一番やってたかな、とかババ抜きとかジジ抜きとか、もうめっちゃやってた。最近やってない、全然。一時期ね、めちゃめちゃやってました、トランプを楽屋で。なんか遊ぶ、あ、豚の尻尾みたいなのもやってた気がする。そう、なんかスピードとかはなんか人数があんまりおらん時とかに、トーナメント戦とかでメンバーでやってたり、スタッフさんも一緒にやってたりとか、遊んでました。
え、ジジ抜き知らんの？ババ抜きの逆やで。先にジョークはじゃなくて違うものを抜いて、だけどこにババがあるかわかんないんだよ。そう、豚の尻尾はめっちゃね、あのね、時間かかる。そうそうそう、うん、ダウトもやってたかも。ダウトもやってた。そう、大富豪はでもそういろんなバージョンがあるから、そう、大体でもイコラブのやり方は1個にしてて、いつも同じルールで絶対にやってて、八切りだっけ、ちぎりとか、そう、もう忘れちゃった。そう、ルールをめちゃめちゃ少なくして大富豪はやってました。もう忘れちゃった大富豪のやり方。あんまり大富豪のやり方知らなくて。そう、あ、革命？いや、なかった気がする。なしにしてた気がする。だけどなんかめっちゃ初めてとかのメンバーでもできるように一番簡単なルールを作ってやってたかな。大富豪のやり方も忘れたわ。またやりたいな。うのはね、やってなかったな。あ、リサも一緒にやってたよ。けどなんかリサも大富豪とか多分あんま分からんみたいに言っとって、誰かとペアとかでやってた時期もあった。最初の頃はそう、なんか分かんないメンバーは誰かとペアにしてやってたりとかいつもしてました。でなんかルール覚えてなんとなく分かってきたら一人でやる。ドンジャラ懐かしい。なんか普通に広島にいるときにお正月に絶対ドンジャラ、ドラえもんのドンジャラやってた。なんか親戚みんなでドンジャラして遊んでた。ドラえもんのどこにあるんだろう、どっかの誰かの、し、私のだったけど、そう、多分誰かに買ってもらって、うん、でもなんか誰か親戚の家のどっかにある。人生ゲームはキティちゃんの持ってた。いや、もうボロボロ。でも人生ゲームももうね、死ぬほどやった。広島なんかちっちゃい頃、小学生とかの頃、小中学生の頃人生ゲーム死ぬほどやった。結構 何して遊んでたかな、小学校の時。でも DS かな、結構アンラの時代は。DS か、たまごっち。たまごっちと DS と、まあ、普通に外で遊んでたりと、うん、あと何してたの、まあおままごともしてたし、あ、ラブ&ベリー超やってた。カードめっちゃ集めてた。たまごっちとラブベリーのカードを鬼のように集めてた。オセロはなんかご飯食べに行くご飯屋さんに絶対にオセロがあって、そう、パパと絶対にご飯を待ってる間に対決してた、オセロ。あ、おままごと結構好きだった。なんだっけ、木のさやつあるじゃん、どこのだっけ、ピンクとかのさ、かわいい木のやつなんだっけ、どこだっけ、あれ、よくあるやつ。あ、そう、マザーガーデン。そうそう、懐かしい。マザーガーデンのキッチンセットとか、なんかピクニックセットとかいろいろ持ってたわ。シルバニアファミリーも持ってたし、
ポポちゃんとかそっち系とか、あとリカちゃん人形とか、そう、私小枝ちゃんはね持ってなかった。リカちゃんはリカちゃんの大きいこんぐらいの、こんぐらいのもうなんかお家みたいなやつとか、そう、マザーガーデンめちゃめちゃ懐かしい。マザーガーデンめっちゃなんか、う、わかんない、親が結構マザーガーデン好きだった気がする。で私もマザーガーデン好きで、そう、ピクニックセットとか持ってた。でも全部親戚にあげてるけど、シルバニアファミリーも懐かしい。シルバニアファミリーはなんかお下がりで大きなお家を1個持ってて、でめっちゃいろんなのが、そう、でもそれは親戚からもらったやつで、であとは自分で買い足したりしてて、そう、シルバニアファミリー懐かしい。キラリンレボリューションもめっちゃ流行ってた、めっちゃ好きだった。なんかアンが唯一なんかハマったアニメというか、めっちゃあれしてた。でポポちゃん派とメルちゃん派分かれる、分かる。なんポポちゃん派やったな。DS のソフトは一番最初に買ってもらったのは犬のやつ、わかる。なんか3種類ぐらい犬のやつがあって、私は柴犬の犬のやつ、なんか緑のやつだったとか、あとたまごっちとか、それこそなんだわがままガールズファッションみたいなファッション犬もだったし、まあ、マリオとかもそうだし、柔らか頭塾とか懐かしくない？そういうのとかなんかいっぱい、なんかこうこうやってカセットをガチャガチャこうやってこっち表こっち裏とかでやったりするの好きだった。てか今は東京に DS 持ってきてるもん。あれなんかイコラブで一時期 DS 流行ったんだっけな、流行ったんだよ確か。マリカかなんかが流行って、マリカと普通にマリオブラザーズが流行ってイコラブで、そう、イコラブすぐ流行るんですよ。なんかイコラブあるあるで、なんか何でもどんどん布教しがちなんですよ。でけん携帯ゲームもそうだし、携帯のアプリとかもそうだし、なんか DS も一時期めっちゃみんなで流行って DS 持ち寄ってずっと遊んでた時期もあったし、そう、過ぎ去るのも早いんですけど、結構ハマるときはみんなでハマることも多くて、携帯のたまごっちもそうだったし、なんかトランプもまあそうだし、結構みんなでやるんですよ。なんかメンバー誰が流行らすとかはないんですけど、言葉とかもそうだし、なんか流行りがあって、そう、でも1ヶ月ぐらいブームはですぐ冷めちゃうんですけど、あとなんかこうなんだろう、美容のものとかも結構そうです。なんか健康食品じゃないけど、なんか健康になるなんかものとかあるんですけど、そういうものとか全然何提供とか全くそんなんじゃないんですけど、私たちの中で何か一個誰かが流行っていいよって言ったらその子がやって、そしたら2人がおすすめするからまた増えてって、3、4人、4、5人って増えていくんですよ。でみんな同じものを食べてたり同じものを使ってたりとかいうのはなんかあるあるですね。やけんなんかそのなんか肌とかをこうよくやっていただく、こうなんだろうな、皮膚科みたいなところがこうメンバー行ってるところが、その何人も行ってるとこが一個あって、そこがそこの先生がもうイコラブちゃんはなんか一気にみんな急に来るよねって、なんかみんな同じものを、そう、肌のものとか、そう、欲しがるみたいなそう、なんかやりたくなるんだよ。そう、お肌のなんかいろいろあるんだけど、そう、良くなるやつが、そう、すぐさ、これ良かったみたいな、めっちゃツルツルになった肌とかさ
みんな言うからさ、さみんな行くのよ。すぐね布教するのよ。ガイコラブちゃん仲いいよねってその時言われた。みんなすぐそうやって報告するからって言ってた。そう、ちょろいんすよ。美容室とかもそうやしね。そうだけど同じとこ行きがちだし、なオフの日とか時間が空いてる日がメンバー内だと大体一緒だから、同じ日に 2,3 人同じとこに行ってたりとかある。え、今日何時からは誰々来るよみたいな、あそうなんですかみたいなとか、もともと普通にメンバー同士で、え何日どこどこ行くよ、えうちも何日行くみたいなのとか、同じ日に行きがち。そうそう、なんかまあ休みがさやっぱどうしても一緒やけんさ、動くね、ところが一緒じゃけん、逆になんかオフの日でもなんかメンバーが行くところがこう同じなので合うんですよ。ゼンリーも一時期流行ってたし。メンバーの居場所が分かるゼンリーが流行ってたわ。そういえば今誰も入れてないけど。今誰も入れてない、そう位置情報共有するの流行ってた。何人誰がやってたかな、アンとかマイカノンノリサミリニャンがやってたな、誰がやってたかな。あと誰がやってたかな、ハナちゃんもやってたかな、じゃあ覚えてない、誰がやってたっけな。そう GBN 好きの、そうそう、うわー誰々家にいるわみたいな。やってた、お互い監視し合ってて、それで近かったら「えめっちゃ今近くにおるくない?」みたいななってたり、半分ぐらい人数やってた、半分以上やってたのかな、なんかやってました。一時期そう全で一回流行りましたよね。そうだね、なんか一緒にいると炎みたいに燃え上がるんですよ、めっちゃ可愛いよ。楽しいよ、あもう誰々仕事現場いるなとかレッスン場いるなみたいな、なんかもういるでしょうみたいな。やってた、そうそうゼンリーでもめちゃめちゃバッテリーが減るんですよ、それが全員嫌だってなってみんなやめました。そうめちゃめちゃなんか容量がやっぱ大きくてそう困っちゃうので、そうやめました。全員やめた理由、そうそれで、でもうなんかほとんどのでもなんかまあ友達とかからも申請来てたりはしてたんだけど、何人かそう LINE とか多分知ってる子とか、まあ電話かな知ってる子がかなんか入ってくるみたいな、でなんか許可したら見れるっていうなったんだけど、でもさすがにメンバーだけにしててその時は、だからもうメンバーしかその地図上にはいなかったんだけど、そうやっぱ仕事場とかがさあるからさ、もうメンバーだけだったんだけど面白かった本当に。そうだから友達に申し訳ない、でもさ友達広島とかなんよね結構。だけんさもう広島と東京離れすぎててさ。そう多分みんなメンバーだけだったと思う本当に。今の流行りは何だろうね。そうそう広島の人と共有したってね。そう東京じゃないとねさすがに。意味がないというかあれだから、さすがにまあ仕事、まあ、メンバーやったらさお互いのスケジュールも知ってるしさ、どこに何誰が今どこで何してるっていうのも知ってるからさ、まあいいんだけどさ。そうそうさすがにね。懐かしいなゼンリー。
つだろう流行ったの覚えてないけど、いつだったんだろう、わかんないいろんなの流行って終わって流行って終わっての繰り返ししてるから。でも前まで最近つむつむよくやってたけど最近やってない。マヨラボの登録の時言ってた、懐かしいね。マヨラボの登録か、じゃあ冬ですね。去年のちょうど冬ぐらいですかね、1年前ぐらいかもしれない。うん、そう、なあたんとあんだっけ、つむつむなあたんやってんのかな今。でも今日月曜日だからさ、新しくあれするよね。うなぎがつむつむやってるか見てみたいと思います。あ、でもアップデート今流行ってるアプリコラブ内で、そんなないかも。流行ってるアプリは特に。マギがやっているのか。昔はさ、つむつむのさランキングもねめちゃめちゃ人がいたのに、あ、なぎさん私の中のトップにいらっしゃいます。月曜日、今日からまたね新しく数字が更新される日なんですけど、もうやってるということは現在もやってるんでしょうね。ハート送っておきたいと思います。そう、私も高校生の時めっちゃやってた。なんか朝学校に行った瞬間から友達とつむつむしてた。つむつむしに学校朝早く行ってるようなもんだった。そう、なあたんはなんかねメンバーの流行り終わっても結構一人で続けてる人なの。なんかたまごっちの時もそうだったの。なんかみんなもう終わっててあんまや正直やってなくて、なんか誰と誰が結婚したとかいろいろ言ってたんだけど、なんかなぎはなんか最後まで一人でやってた。かわいい、かわいい。どうすか、どう思い出す高校時代。でもなんか最近高校のその友達からすごい LINE が来てLINE 返してなかった。グループ LINE でねその友達から LINE が来たの最近で、なんかあんのこの写真送ってきたの。そう、この写真送ってきて、なんかたまには可愛いじゃんとか言われたのそう、なんかドアップにしてスクショしたらしくて、そう、たまには可愛いじゃんって LINE してきたの。いつも全然なんかそんな可愛いとかあんま言わないんだけど、そういつもそう言ってきて、なんかアップしてよく見たらたまには可愛いじゃん顔ってなったけ、アップなとこスクショしてあげたよ、こちらからは以上、早くみんなで焼肉行きたいって LINE が来てでキャンがたまには優しいじゃんっていう話をしてて、そしたらなんか友達がなんか早く山本アンナの学生時代の友達で呼ばれんかなとか言い始めて、 YouTube 出たい早くとか言ってきてそうで、けんその時はよろしくいいこと言ってねって言った今なんか笑って、そうしたらなんか昔からとっても勉強熱心でしたって言ってねってなんか LINE したのねそしたらちょっとダメじゃん言ったら、授業中寝てしかないじゃんとかめっちゃ言われた最低最悪、すごいなんかやばい、授業中にしちゃいけないこと本当にやばい、この子たちに私のことを語らせたらやばいこと言われるから。実際でも実際はいい子よ、実際いい子かな、マジでマジでマジで真面目そうやん、そうやん、ひとみが9時から今日配信やん。いや、それまでに終わろうと思ってたんよ、ひとみちゃんにバトンタッチしようと。
だから私は8時までに始めるって言ったのよ。いつの間にか9時やん。あっという間終わります終わります。13位がマツケンさん、12位がいつまで番長さん、11位がまこっちゃん、10位がとも、9位がジッスン、8位がヒッキーさん、7位がデルファイさん、6位がイトコンさん、5位がタカヒロさん、4位がユカリ、3位が人生じいちゃん、2位がレグルスさん、1位がサシナユイさんです。ありがとうございます。1人目ニさん、2人目タイラさん、3人目スケサブローさんの3人です。ではこの後アイトミさんのショールームを皆さんぜひ見てください。いやー明日は雪でも降るんかの嘘です。久々のショールーム皆さん嬉しいと思うので、ぜひたくさんたくさん見て、たくさんたくさんコメントして楽しんできてくださいはい、それではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんぽん。おやすみなさい、バイバイ。ショールームして偉いよひとみんひとみんグルコサミン、ショールームして偉い。拍手、バイバーイ。